皆さんこんにちは。小雨のポートランドでした。ちょっと肌寒かったですね。ということで今日のトピックスはこちらです。これ大きな大きな鉄でできたコンテナなんですね。ここに古新聞をみんなが持ってきて捨てていきます。リサイクルするために置いてあるんですけれど、大手 GMS フレッドマイヤーの駐車場に置いてありました。そしてこれはライオンズクラブが経営しております。本当に古新聞ってリサイクルされてるのかなとたまに疑問に思うんですけれど、どうなんでしょうか実際のところは。ということでまた明日。